こんにちは、ブルーホースです。本日もデトロイトやってまいりましょう。夜中ですね、車走らせてますね。どこに誰が向かおうとしているのかと思いきや、カーラ、アリスとルーサだ。ただルーサは今まだ中立っていうところですね。アリスは信用してくれてますというところですね。協力者、距離、天気。じゃあ車、ずらところ車のおかげで。それは確かに。急にあれだね、雪降ってきたね。ガレージ一度見かけてな。なるほど。乗ってるところは一度、あ、そうなの。あれ？あ、運転がない。運転じゃねえ。あれがないんだ。世論はもうあれですね。もうボロッカスやな。よし、協力者。これから会う人たちは？どうやって知ったの？確かに。あ、なるほど。はい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 。で、アンドロイド同士が、そのつながりを持ってるからっていうところですね。で、そうだったら、罠かもしれない。確かに。今回ね、だって、助けてくれるよって言って紹介してもらったやつが罠だったってところだからね。殺されしても、あららら。大丈夫かな？アリスは大丈夫かな？あ、なんだ。おーっと。てか、いきなり雪降ってきたね。さっきまで雨降ってたのにね。11月、まあ、デトロイトの地域とかってのはやっぱ雪降るのかな、だってほぼほぼもうカナダだしね、東海岸だしね。まずいな、何が起こった。おお、かっこいいこの車。あれ、ドア開いたね。車で待っててね、降りましょう。エンジンに問題があったってことだね。エンジン、車のエンジンを調べる。こっちでいいのかな。あー、エンスト、あ、完全に、あれだね。なんか、燃え上がっちゃってんね。暑さとか感じるのかな？痛みは感じるんだもんね、アンドロイドってね。わお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 。わおわおわお。まあ、でもこれ冷やせばなんとかなるんじゃない？そうそう、前回のパートの時にさ、なんか、もらった称号が無慈悲なって書いてあったんだけどさ、なんか2体のトレイシーを殺したって。あれ？ 2 体目殺したっけみたいな。元々のトレイシー殺したっけって思ったんだけどね。いや、前回ね、ちょっとね、なかなか酷な選択に迫られたところでしたからね。ところで、お、え、今、ふーってやったな。あ、アンドロイド息吐けるんだ。あ、ごめんごめん。全然あれだった。動かせるんだったね。ちょっと待って、これさ、なんともできないの？なんともできないのか。で、どっか向かっていくのか。泊まれる場所を探す。周り何もないね。っていうか、いつの間にかこんなにこう綺麗なアイテムを手に入れたんだね。あの服装を手に入れたんだからね。急に女らしくなってね。女性のこの黒タイツっていうの、なんか、もうこれ普通に靴か。なんかタイツっていうの、なんか意外とあったかいらしいですね。なんかね。パイレーツ・オブ・カリビアン。アミューズメント・パークだって。アミューズメント・パークには泊まれないでしょ。泊まる気？あそこ。何？観覧車？それとお化け屋敷で泊まる？おー、なんかたくましい。ルーサー。ルーサーって名前もね、あのね、バイオハザードのね、映画に出てきたんだよね。アフターライフとリトリビューション。リトリビューションで殺されちゃうんだけど、開きっぱなし。うわー、またこれ、もうだって左に骸骨がいるもん。完全にホラーパートだよね、これね。よいしょ。ほい。またホラーパートか。もう嫌になってくんね、ほんとに。クラーケンがいるもんね。じゃあ何？サラザールとかさ、デイビー・ジョーンズとかさ、黒ひげとかいるの？もうこれといったらやっぱあの曲しかないよね。ドゥルトゥントゥン、ドゥルトゥントゥン、ドゥルトゥントゥン、ドゥルトゥン。処刑された。怖くない？シンプルに。シンプルにこれ吊るされてるってさ、いくらパイレーツとはいえさ、やばいでしょ。あ、なんかある。調べる。射的の跡みたいな感じだね。崩れかけた建物、危険学校。それはここでは無理だろうね。他に、なんか、あれかな。普通に過ぎちゃったとかはない。大丈夫そうだね。これ一個一個ちゃんとこうやって調べるところがあればね、たここもね、風があれだね。建物云々よりも、もう、
雨風をこうしのぐような場所がないもんね。アリスが風にさらされる。そうだよね。だから、アンドロイド自体はやっぱりその体温っていうかその気温は関係なさげって感じだね。わー。わー。つける。うん。危険はいつも思いやらないときにやってくる。ここ生きてんじゃねえのですよね。うん。だって、エンストなんて起こすって思ってなかったもんね。うん。で、あっちにもあるね。ほいほい。てか、なんだろう、カーニバルゲーム系がすごい多いな。中からブワって出てくるとか。3人には狭すぎる。いろいろとハードルが高いですね。ここら辺は何もない。廃屋を調べる。うん、廃屋めちゃめちゃ調べてるよ。プラーン、プラこれだけに限らないと思うんだけどな。あとは、遠いからまだあれだね。ルーサー。ここはボロボロだ。ですよね。取れる場所なんてなさそうだな。いや、なんとかして見つけるよ。ってか、車の中身みたいなの。お。他は無理だね。じゃあ、ここ。お化け屋敷。バーンとか出て、中は安全そう。もともとレストランとかそういうお家だったのかな。それだったとしたら、OK なんだけど、これの入れる場所を探さなきゃいけない。これなんて言うんだろう。あ、ただめっちゃ閉められてる。開けれる？あ、意外とやっぱ力あるのかな、アンドロイドだから。うん。OK、俺がやろう。かっこいい！ルーサー。おー、一発。さすがだね。これは、あ、でもやっぱ、ちょっとまだアリスが警戒してるかもしれないね。うん。おい。やっぱレストランなのかな？で、開けたはいいけど違うとこ探してみるとか、そういう家はなさそうだね。オッケー。アリス、何食べたい？何もないけど。ここが一番マシそうね。そうね。マシっそよ。火を起こす。お。読む。ここに来ても読む。デトロイトデイ。官邸アイオワが謎の失踪。あららららら。デストロイヤー級潜水艦のアメリカ海軍艦艇アイオワが極海海域で消息不明となった。現在調査が行われているが、ウォーレン大統領はロシア政府の関与が疑われていると公表し、ロシアの武力侵略は新たなレベルに達しました。今こそ行動を起こさねばと述べた。ロシア政府はこれを全面的に否定したが、これでそれ以上の声明は発表していない。ロシア外交官のナボコフ氏は、そもそもアメリカの潜水艦は北極圏にいるべきではないと指摘している。アメリカ保障専門家ベン・ウィリアムス氏はよると、事態も早戦争勃発寸前だと。もう、やっちゃってんじゃん。アンドロイドバンドミュージックアワード。ここで火を起こそう。あ、ごめん。早く読みますわ。デトロイトのレベル、デジタルハーモニーが売り出し中のアンドロイドボーイバンド、ヘレ・フォー・ユーが、セレ、ブレート音楽賞で最優秀新人賞部門に新人部門に輝いた。一方、人間のアーティストのみを扱うレベルは連名で発表した同日付の公開上で音楽を汚さぬよう受賞辞退するデジタルハーモニーに求めている。しかし人間のミュージカル 5% 未満となった今の音楽賞では伝統派に呼びかけのに耳を傾けている人はいないようだ。バンドの広報担当者はヘレホーユーをファンに喜びと幸せもたらしています。重要なのかは人間かどうかではなく彼らの音楽性でしょうと述べている。そうだよね。大丈夫？サブから、あ、火を起こしてくれた。ありがたいね。ありがたいんだけど、他に何か、あ、開ける。開けて。食べれるようなものはないかな。銃を調べる。クッキーをあげる。銃を調べる。本物？戻すんかい。クッキーあげようぜ。クッキーと銃が同じところにある。あ、めっちゃいい顔してる。あら、そうなの？これもしかしてパラメータ下がっちゃう？お腹空いてないのにこうなんか無理やりあげようとしたとかで。カバンを調べた。オッケー。で、続いてあと何かあるかな？違うね。あ、なんかあるね。ドアは閉めてるのかな？ドア閉めてるね。で、見る。なんかトリックバーンってぶつかったりとか、
もうなんかでもすごいね、今警戒してるよ、この夜中のパート。特に何もない。なんかさささささって走ってくるとか、そういうのはなさげですね。よかった。手に取る。あ、これを毛布代わりにすると。オッケー。で、あ、いいね。これでもレストランじゃないのかな。レストランになんでこんなこうクッションがあるの。カーテンはわかるけど、クッションがなんであるんだろうね。はい、どうぞ。あれ？あげれない？あげれなかった。ちょ。ここか。寝床作ります。近すぎない？熱くない？大丈夫かな？どうぞ。アリス？アリス？あれ？今アリスいなかった？あ、いたいたいた。こういうところに家族と来たかったんだろうね。てか、他にあと調べるものない？あ、まだあるね。だね。アリスを気にする前に調べられるものは全部調べちゃいましょう。手に取る。なんだろう。あ、ここのレストランの写真。違うね。パイレーツのチラシ。戻す。見ただけ。ただ見ただけ。他は何もなさげですね。よし、行こう。じゃあアリスと仲良く喋ろう。ルーサーはもう、なんか、寝てるっぽいね。どうしたのかな？どうした？パパとママと一緒にこういうところ来たかった？うん。なぜかアリスのなんか信用度が上がってるよ。何？肩にそっと手を。なれるなれる。うん。そうそうそう。国境から私たちもやり直せる。そう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 。学校にも行けるし。私は仕事を見つける。なるほどね。人として働くってことなのかな、他の人と。ただでも、こんだけ美人だったらね、人間寄ってくるからさ、え、お前アンドロイドだったのかよみたいにならないかな。おー、まあそうだね。ただね、どうやって生きていくかっていう現実的な問題があるからね。何歳だったっけ？ 9 歳だったっけ？寝かしつける。その前になんかできることない。ルーサ？ルーサ？ルーサ、魂飛んでるけど、いいの？もう寝かしつけるしかなさそうだね。よし。じゃあ一緒に寝ましょう。布団、ああ、なるほどね。いい感じじゃん。ただ、うわ、どうだろうな。これ、カビてない？チューしよう。チューチュー。チュー。おやすみ、チュー。チューチュー。いいなぁ。ああ、家族になった。いいなぁ、うちの娘ちゃんね、ほっぺたにチューするとちょっと顔歪めんだよね、毎回ね。お、マジで？すげえな。9000個の動画か。それだけで YouTube 上げれんじゃん。じゃあ、お姫様。昔々あるところにお姫様が住んでいました。あ、違うの。そういうお話じゃなくてね。お話は作って。なるほど。いいよ。昔あるところに。女の子がいました。その子は一人で古い家に住んでいました。その子は他の子たちのようになりたいと夢見ていました。ある時それが叶いました。影。でも家に住み着く影が幸せを邪魔していました。なんでそう怖い話に持っていくの、こんな場所なのに。まあいや、その子はロボットと出会いました。自分たちじゃん。じゃあ悲しそうなロボット。悲しそうなロボットです。そこで二人は一緒に逃げることにしました。幸せを求めて、より暮らしを、より良い暮らしを得るために。旅の途中、二人は危険に遭いましたが、でも、力を合わせて、熊に襲わせました。すべての危険を乗り越えました。その途中で、二人は、巨人巨人にしよう。二人を守ってくれる巨人に出会いました。巨人の同心でね。物語のおしまいは旅の意味だ。わからない。これは私たちのお話。旅が終わるとき、きっと何か学べるはず。何を学びたいかは、あなたが決めましょう。ああ、やった、アリス。家族以上って何なんだろうな。なんだろう。おお、ルーサーにも求めるね。Yes,
ああ、いや、してあげようよ。Yes, of course. なあ、もちろん、もちろん。いいね。何、ルーサーとカーラがくっつく？めっちゃ嬉しそう、ルーサー。いいね、かっこいいな。なんかあの、ブレイドの主人公みたいだね。うん。ワンもツーも見たことないけど。ツーあったっけ？そもそも。お、あったかい。ただ、眩しくて寝れないとか大丈夫かな？結構やっぱり寝るときはね、暗いところがいいからね。あ、ルーサーと話す。ほい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 。お、大丈夫？酔っ払ってる？すでに酔っ払ってる。他に調べるところは何もなさそうだし、じゃあルーサーおしゃべりしよう。直立不動で寝ます。あら、座禅組んじゃった。ワイルディ、優しい子だ。そうなのよね、すっごい優しい子。なんであんなパパからこんなのが生まれたんだろうね。素晴らしいよね。そうそうそう、いやそれは思う。あ、しまったな。じゃあルーサーの過去でも聞いてみようか。何をしてたのか話してもらっても。あ、でも今、まあまあ中立だからいいか。覚えてんの？なるほど。まあ、そのごっつい体型からしたらそうだったな。なるほど、なるほど。コンテナを運ぶとか？まあ、そりゃそうだよね。今が一番だもんね。おぉ、かわいめしてるな、ずいぶん。じゃあ、計画。国境を越えた後、ああ、しまったな。あれ、どうやったら選択肢あれだったのな。おぉ、自由。いい響きだよね。同じこと言った。でもそうなんだよね。自由って結局、あの、なんだろうね、向かうその先がないとどこに行ったらいいかって分からなかったりするよね。うん。分かってるだろ？ええ。もちろん。ああ、嘘ついてる。そういう意味で言ったんじゃなかったかもしれないね。まあ確かに。まあいろいろ特別だよね。あ、ルーサーの死体とか上がっ、どうした？やばい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 。アンドロイドたちが急に、え、ちょっと待って、え、ゾンビやん。いやいや、アリス守ろう。なんで知ってんの、ルーサー、それがあること。え、どうしたどうした、え、な、え、何どうしたの、アンドロイドたち。お、びっくりした。何があったの、どうしたの。はい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 。人間にこき使われた挙句、俺たちはジェリー。あ、みんなジェリーなのね。トムは、あー、そういうことね。なるほどなるほど。ちょっと寒くて、あの、そう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 。おお、子供には優しいんだね。そうだよね。なんで肺炎になっちゃったんだろうね。まあ人が来なくなったのかな。うん、お、いやいや、まずちょっと、ね。あ、え、来るんだ。やばいやばいやばい。なるほど。いや、でも、それはまた別の話とかにならない。行くんだ。うわー、なんかこれ嫌な予感するけどねー。わー、大丈夫これ。アリスの面倒を見るジェリーと一緒に外に行く、急な展開ですよ。何、メリーゴーランドに乗せてくれるの、まあ、あるのこれ、そもそも。さあどうぞ。メリーゴーランドを動かす、メリーゴーランドを動かす。じゃあつけ寄ってみましょう。ジュジュジュ。おお、着いた。ただ乗れるものある。珍しいな。日本ってなんか馬しか知らないけどさ。さあ、これ乗ってごらん。乗ったら動かしてあげてね。じゃあアリスを手伝おう。タツノオトシゴ。タツノオトシゴってなんかめちゃめちゃお腹から子供生まれるタイプだよね。お、よし。せーの。ほっ。てか、寝ろよ。明日でいいじゃん。ダメなのかな？なんでこんな、クソ寒い夜に一人で乗るの、横に乗っててあげようよ。こんな囲まれてたらさ、さすがの子供でもなんか怖くない？めっちゃジェリー楽しそうだけど。で、あとその後ろの魚は何なんだろうな。楽しいのかな。やっぱ9歳とかだったら楽しいんかな。わーって
すげえな。あ、そういえばそうかもしんない。いつもあれだったよね。なんかちょっと厳しいというかきつそうというか寂しいね目をねしたりしてましたからね。やばい、悪い顔してるぞ。優しい目をしてるね。後ろでピュン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 跳ねてる。あー、腕がないジェリーもいるね。ジェリーたちいっぱいいる。いやー楽しかった。あ、こういうオチで終わりってことですね。まあ、笑顔。おー、いいね。わー、なんか、あー、やっぱいくつか、ちょっとやっぱ逃してましたね。あ、でも結構、おー、3人は心休まるひとときを過ごした。あ、結構でも解放できてるね。問いただす、追いやる。銃で警告する。ほう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 。一個やっぱ、あれだね、館に入る前に逃してるね。窓の、あれなんかあったのか。しまったね。まあ、選択肢一個ね。やっぱ建物を調べる。イワンの電源を入れる地図。ああ、もう一個やっぱあったんだね。まあ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 、ジェリーたちと、あ、でも、なんかね、いや、わかんないよ。わかんないけど、ジェリーたちが最後に、ここに残ってくれよみたいな感じで、残ってくれなくこの子は解放しないみたいな、そういうちょっとやばいオチにならないかっていう、そういう危惧が今ちょっとふと思い浮かんだっていうところなんですけどね。まあまあまあ、今回はね、心休まるひとときを過ごすことができたんで、よかったんじゃないかというふうに思います。ということで、また次回お会いしましょう。バイバイ。